カニエ城合戦は、天正12年6月に起こった、終わり国南西部における、橋場秀吉陣営と、織田信を徳川家康陣営の間で行われた戦い。主に、カニエ城における、牢城戦であった。カニエ合戦とも、天正12年4月における駒木、 長くての戦い以降、尾張北部の戦線は、防御陣地の構築によって、こ着状態に陥っており、家康は、清須城、信尾は、桑名城、秀吉は、大阪城にそれぞれ帰還していた。尾張北西部においては、橋場勢が5月4日から、美濃の,加賀の井城、奥城、竹が花城を大軍で囲み、水攻めなどで順次攻略したが、 家康は、清洲城から動かなかった。そして終わり南西部では、秀吉はすでに出家していた、滝川一正と、その着子一中を、それぞれ三千国、一万二千国で起用し、諸城攻略を命じていた。また、一正は、織田信夫側の水軍の将、久喜義高とは、多くの戦場を共に戦っていた。その頃、織田方の蟹江城主、佐久間信江は、 信男の命により、せ国のかよに取り出を築くため、蟹江城の留守を、叔父の佐久間信達と前田城主、前田長貞に預けていた。この頃の蟹江城は、家康の清洲城と信男の長島城から、それぞれ三里亭の中間に位置し、三重の堀と、大野城、菓子城城、前田城の三つの城と連携していた。当時、蟹江は海に面しており、あつた、 津島と並ぶ終わり有数の港であった。前田種貞は、滝川和正と同じく、鏡前武の親類であった。また滝川和正は、過去に、桑名城主、蟹江城主でもあった。天正12年6月16日午前、畑戦を擁する茎水軍と、滝川和正の兵3000が、蟹江裏に現れる。前田長貞は、滝川和正の調略を受け入れ、 佐久間信達を本丸から退去させた。同時に朝廷の弟、前田長年の守る、貸し上城を呼び、長男、前田長主の守る前田城も、秀吉慈へとなったが、大野城の山口重政は母親を人質に取られて、いるにもかかわらず、省略に応じなかったため、16日の夕刻、滝川、久喜前田勢は城攻めを行い、 陥落寸前まで追い込んだという。蟹江城落城の知らせを聞いた、長島城の織田信夫は、兵2000を率いて16日の夜日のうちに、大野城に急行清州城の徳川家康も、手勢を率いて17日早朝には、戸田村に本陣構えた。信夫は、大野城に入城し、大野城攻めに失敗した、滝川勢は、蟹江城に、 久鬼勢は菓子上場にそれぞれ逃れ牢上した。翌6月18日、家康と信夫は2万の兵を率いて、蟹江城、前田城、菓子上場の三条を包囲した。同日、織田、徳川勢は菓子上場を、集中的に攻撃して城を落とし、前田長年を討ち取っている。6月19日、船入りの戦いにおいて、久をしたかが敗北。織田、 徳川寺見栄による会場封鎖が完成する。6月20日、蟹江城において、家康が東から南と西から信男が城を攻める。6月21日、秀吉が美濃から大江沢山城に移る。6月22日、蟹江城において、織田信男と徳川家康が総攻撃を仕掛ける。中は、 大正未満の攻め方6月23日、石川和正と、安倍信勝が攻めていた、前田を沙種の守る前田城が開城し、徳川家康が、榊原康正を伴い入城する。6月24日、秀吉が和正の蟹江城攻略を知り、大海、土山に移る。6月25日、秀吉が、伊勢、無久本に移り、信濃の木曽義政に、 美州西側からの総攻撃予定を伝える。6月29日、和平交渉が開始される。7月3日、蟹江城が、徳川、小田勢に引き渡されるが、和睦にもかかわらず退居中の前田長猿が殺害され、滝川和正は、殺害を免れ、伊勢に逃れた。滝川は、伊勢神戸城に逃れるが、道場を守備していた、富田一泊に怪しまれ。 入場できずに追い返されている。秀吉は、伊勢に、橋場秀長、庭長重堀秀正ら6万2000の兵を集めて7月15日に、尾張の西側から総攻撃を計画していたが、間に合わず中止となった。7月5日、家康、桑名城に入場。7月12日、起用の際の約束通り、秀吉より、滝川和松に三千国。 小滝川一時に一枚二千国の地が与えられる。7月13日、家康、清須城に帰還。7月29日、秀吉、美濃大垣城から大阪城に帰還。結果的に見て、蟹江城合戦は、小牧、長久手の戦いにおいて秀吉が合戦で、家康に勝つ最後の機会であったが、秀吉は、長久手の戦いに加え、 この蟹江城合戦でも主戦力の投入に失敗、これ以降攻勢に出ることはなかった。当時の秀吉政権は、ガモウジサと、ササナリマサ、ニ秀ナ前田利家などによる、旧尾田家の寄せ集まりであることに加え、木の国の西河州、根頃州の北上、土佐国、阿波国、佐抜国を攻略し四国統一に迫る長祖壁、 元地下の圧迫、九州に敵なしの様相を見せる島津氏の躍進などにより、前線に集中できなかった。対して、家康側は日出りにも助けられたが、家臣の統率が良く、その上関東の北条家と森外が一致しており、常に前線に立ち迅速な行動を取ることができた。この戦いによって、前田本家である、尾張前田氏は、上司と城を失った。また、 前田城を守っていた、前田おさたねは、妻の実家である、前田利家を頼り、二代目、藩主、前田利常の養父となった。結果、織田信夫は、家臣の津川義藤、岡田重隆、浅井長時に続いて、前田一族も失ったことになる。滝川家はこの戦いにより、大名に復帰したが、着難の一中は追放処分とされた。 また家徳を相続した次男の一時は、この時の活躍が家康の目に留まり、後に家康から二千国を与えられている。久喜義隆はこの戦いより秀吉に直接大名として仕え、翌年の天正十三年に1五位した大隅守に、ジ位、任官された。一方、若干二十歳であった佐久間家家臣の山口重政は、 ここで得た徳川氏との縁により、右与曲折の後、日立牛久藩の初代藩主となった。ありがとうございます。